じゃあちょっと今日は長めでね。まあいろんないいバッター、苦手なピッチャーいろいろ聞いてきたけど、まあ篠介がこう対戦した中でベストナインを選んでほしいんだよ。対戦した中でね。まあもちろん見ていて自分のチームから選んでもいいし。はい。これ結構悩むんだよねみんな。もう対戦した中だ。対戦した。まあ例えば成績とかじゃないから。対戦した中でベストナインを選ぶとしたら、まあ苦手なとか言われる。あ、こいついいピッチャーだなってつくづく感じたピッチャーっていう。ピッチャーちょっと考え中だな。考え中。サードはもう決まってます。いやいや、まあ次キャッチャー行こう。キャッチャー。それはもう自分でもいいんだよ。やっぱり自分がいいキャッチャーだ。対戦した中でやっぱ楽しかったのは。谷繁さんですね。楽しかったのか。楽しかったです。どういう楽しみだった？対戦するっていうだけで。その試合をやるということ、 それとも打席に入っての読み合いっていうこともある？それも両方あります。はい、ゲームでこう、まあ、谷繁さん晩年こう出たり出なかったりなんですけど、まあ、出た時はやっぱ嬉しかったですし、楽しみが増してましたね。まあ中日も強かったしね。そうですね。だからそういう面ではキャッチャーとして負けれないということがあったということ。ああ、なるほどね。自分じゃなくていいの？いや、大丈夫です。谷繁？自分とは対戦したことないんで。いや、でも、こう比べることはできるじゃん。いや、谷繁さんです。おっしゃ、はい。はい。じゃあ、ファースト。ファースト、清原さんは出てきますよね。だけど、同じ。松中とか。ああ、そうですね。まあそうだったね。やっぱ清原さんになりますね。やっぱこうグラブサード巻きもうまかったですし、うまいよね。守備もうまかったよね。そうですね。でスローイングもすごい安定してるし、あっていうのは。でもやっぱいい選手ってさ、キャッチボール大事にするな。そうですね。清原なんか本当キャッチボール大事にするな。そうですね。じゃあ清原でいい？はい。セカンド。セカンドは菊池。おお。はい、どういうところ、まあ、例えば山田哲人とかもいるじゃない、はい、その中で菊池を選んだ理由っていうのは、いや、バッテリーをこう何回も助けてるっていうのもありますし、うん、僕も何回も取られてるっていうのもありますし、うん、それで一つの彼のプレーで試合がガラッて流れが変わるんですよね、うん、球場もそうですし、まあ、松田でやったら特に流れ変わるっていうのを感じてたんで、うん、あの守備はすごい。いや、すごいですね。なるほどね。サード。サードは中村典さんです。おお。はい。やっぱよく打たれた印象が。そうですね。バットコントロールがうまかったね。当てるのがやっぱうまいんで、でバットをこう見させてもらったら、こんな難しいバットで打ってるんだっていうのも。うん、長いしな、はい、それを扱えるっていうのはすごいなと思ってましたし、守備も抜群にうまいんで。じゃあショート。ショート岩瀬さんです。おお、渋いところ来るね。それ、まあ、例えばちょっと迷ったんですよ。宮本、いや小坂さんと、まあ、総合的に言ったら岩瀬さんのが嫌だったんで。どういうとこが嫌だったの？もう何してくるか分かんないんで、はい、そういうのが嫌でしたね。それはバッターとして。そうですね。守備は、いやもう守備はもう飛んだらもう安心みたいなっていうところがあったんで。え、その歴代、まあ例えば深夜とかもやってたよね。はい。それを超えて井端なんです。そうですね。なるほどね。いや結構、まあ内野手を見ると割と守備重視だよね。そうですね、キャッチャー目線になってる。そうだよな、面白いね。いやもちろん宮本さんもいつもうまいなと思いながら見てたんですけど、あそこ打ったら地獄だなみたいな。例えばパ・リーグに行くと松井稼頭央とかも一緒にやってると思うんですけど、はい、そうですね、いろんないい選手見てきてると思うんだけど、はい、その中で今と。そうですね、まあ、渋い、またポジショニングも良かったね。そうですね。じゃあ荒木じゃない、セカンド。やっぱ菊池でね。そうですね。じゃあ外野手3人。外野3人か。なんでそんな苦しいか。やっぱ柳田。ああ。
それは交流戦で対戦して、まあ、そうですね。やっぱり嫌だった、うん、迫力ある。やっぱ迫力ありますし、あれだけ触れるっていうすごさありますよね。確かにね、はい、打者としてね、はいはい、あと鈴木誠也、成長の度合いっていうのを見てきてるわけだ。そうですね。どう、やっぱり着実に成長してきてる。そうですね。でやっぱり少ないチャンスを最初ものにして、ね、自分で奪い取ってレギュラーになったっていうのがあるん でね、なんかあの負けん気の強さもありそうだし、うん、だからこそね、うん、あの侍でも中軸を打てると思いましたしね、うん、はい、だからあのプレミア見たことし、あんまり見れなかったですね。あんまり見れなかった。でもしっかり4番を務め切ったよね。そうですね、うん、やっぱあの4番って言っても各チームの4番じゃなくて、ね、全日本の4番とかになったらやっぱ全然意識が変わるわけ。やっぱり4番も打ったことあるでしょ、うん、やっぱりね、絶対いいところで回ってくるだろうなっていう、あ、まあ、その時に自分で返せたら勝てるだろうしっていうのは思ってましたね、うん、なるほどね。まあ鈴木誠也、はい、でもう一人、もう一人最近になっちゃいますね。いやいや全然いい、まあ、丸になるんですかね。お、まあ、守備を取るんだったら亀って言おうと思ったんですけど、亀いい、はい、お、それ、まあ、守備ってなったらうちの松本って言おうか迷ったんですけどね。松本ってあの左の、はい、先週大学、そうですね、抜群だったんです守備は。ああそう、あれ何回助けられたか分かんないですし、やっぱキャッチャー目線ってあるね。そうですね、自分がもうキャッチャーに座ってて、こうこの人たちが守っててくれたら安心っていうのが、そういうメソラインだよね。強いですね。じゃあ誰行くの、もう一人は。亀だな。亀井、ファーストで守っててコンって言ったらあれいるとか、ああ、そう、そういうのすごい見て守ってますし、うん、やっぱ安心感ありますよね、うん、やっぱり肩も晩年、まあ、若い頃よりは落ちてたんですけど、やっぱコーチは止めますし、うん、ね、そういう脅威がまだあの年であるっていうのは、ね、うん、そこですかね。僕はやっぱ渋いとこ来るね。じゃあピッチャーは、ピッチャーいっぱいいるからな、いいピッチャー。え、どういうところで悩んでる、どういうところで、うん、まあ、すごいボールは投げるとかっていうのではなく、うん、こう総合的にっていうかって言ったら、まあ大谷君かなと思っちゃったんですけどね。ピッチャーの対戦してるよね、はい、どうだった、やっぱ速かったんで。やっぱ速いなそうですよ。それちょっと今もう150キロ投げるピッチャーってバンバンいるじゃない。そうです、僕のオールスターの時に、うん、ちょっと力んでギャッて引っ掛けて膝元来たやつが162って出てたんで、ああ早いなみたいな。やっぱ早かった、はい、避けれなかったですからね、膝元来てるの。じゃあもう当たったら終わってたっていうことだよな。反応できなかったっていう、そのぐらいの速さ。早かったですよ、やっぱ。でもピッチャーとしての完成度はまだまだ低かった。低かったですね、その時はまだ。でも大谷、例えばさ、ダルビッシュとかも当たってるし。あ、それも入ってたんですけど、うん、どうかなと思ったんですけどね。大谷、うん、でも打者になっちゃうかもな。そうですね。どっちがいいと思う、大谷、打者とピッチャーどっちか選べって言ったら。僕バッターで挑戦してもらいたいですね。なあ、はい、あれだけ飛ばす力があるんでな、反対方向にも。あの脚力もそうですし、うん、メジャーで3割30本100打点とか、うん、もう全然夢じゃないと思ってるんで、はい、じゃあピッチャーは大谷ということで。そうですね。いいですか。いいです。本当にギャッと自分じゃなくていいね。ギャッと自分じゃなくていいです。本当は、はい、あと迷ったところはどこだっけ。外野手、うん、まあ町どこも一緒にやってるし、吉本さんも一緒にやってるけど、やってるけどみたいな。やってないんだもんね、対戦してないんです、ね、対戦してないんで。でもちょっと対戦したかったでしょ。そうですね、対戦してみたかったですね。そうだよな、はい、そしたら確実に入る2人だったかもわかんないね。そうですね、はい、はい。